この番組はさまざまなジャンルで活躍するおじさまとのお話を通していろんな世界を研究ラボしていく番組です今夜はキャンプの世界からお笑いコンビバイキングの西村みずきさんにお越しいただいています西村さんにキャンプの醍醐ご味をお聞きしました 西村さん、はいあの キャンプ好きの芸人さんとしても有名ですが、はい、その多い時で一月に何回くらいキャンプに行かれるんですかこれがですね、最近もうあの、うん、お仕事にキャンプがね、ね<ー>あの、繋がっておりまして、はい、ほぼほぼまあ仕事で行くことが多いんですよね。<laughs> まあ僕は通称ビジネスキャンプと呼んでるんですけど、ね、<laughs> ビジネスキャンプ、えー、そうなんですよ。まあ多くて月の半分ぐらいはもう行ってますね。ええー。はい、飽きないですか 飽きないですね。ああ、そうなんだ。ええ。もう、全然もう、たくさん行くところが、重なったりはしないんですかまあ、あの、同じところに行くこともありますし、まあ、その、場所とかじゃなくてですね、うん。やっぱもう、焚き火ですね。はあ。ええ。あの、焚きですよね。一度とたりとも同じ焚き火はないんで。はあ。ええ。名言。あの、焚き火は、一期一会なんですよね。いや、素敵。 何でも飽きることはない。確かに西村さんの YouTube、いろんな表情の焚き火がありますよね。あ、見ていただいたんですかありがとうございます。はい、もう楽しく見させていただいて<で>おります。ありがとうございます。なんか太い巻きの時もあれば、はい、細いのとランダムの時もあれば、ええへへなんかこうちょっとほ、 細く削るっていうんですかあ,ありますねなんかこうなんかくせ毛みたいに削ってそれに火つけてたりとか <laughs>、えー、すごいいろんなものがあるんだなと思ってそうですねまあその売ってる薪を使うこともあれば、うん、こう落ちてるその木を拾ってきてやる焚き火の、えー、またこれが違うんでどっちが好きとかあるあるんですか やっぱりこう拾ってきた自然に落ちた薪。自分で拾ってきた薪。これはやっぱ育てがいがありますね。ちなみにどういう焚き火がいいっていうのはありますか僕はね、その、うん、炎がこう、ね、力強く燃えてる段階ではなく、ちょっと落ち着いてきて、あのー、下の方でこうマグマのようにテラテラ燃えてる状態。ははい、炎は上がってない。だけども、 こう何かこう網を置いて魚を焼くのにむちゃくちゃ適してる状態、はあ、へ置き火の状態ですね置き火えー、それが一番好きですねはあそうなんですね、えー、でも育てるのも好きなんですか好きなんですよだから焚き火を焚き火は育てるものまあ,あの<ー>人間と一緒ですはぁ、あ、はい育てるもの置、はい、き火がねもう人生折り返しの落ち着いてきた50代です <laughs> <laughs> おきびはおっきいや五十代ですね<代>人間で言うと<ー>、えー、でまあ焚き火はまあ自分で火をつけるところから始めるのでそこがまあ生まれた瞬間と言いますかあなるほどねえー、でじゃあ結構焚き火が一番お好きなんですかもう焚き火をやりに行ってるようなものですねあそうなんキャンプを楽しみとかまあ焚き火メインですねへ<ー>、えー、そうなんですね、はい、ちなみに西村さんがやった られてるキャンプっていうのは種類的にどういうキャンプとかいうのはあるんですか、うん、僕はもういろいろですね、うん、そのソロキャンプもやりますし<ー>で仲間と行く場合はソログルーキャンプといいまして、はい、ソログループキャンプ、うん、あの一つのテントでうん、うん、まあみんなで寝るわけじゃなく、うん ま、4人で行ったとしたら、まあ、4人がそれぞれ自分が寝るだけの一人用のテントを持って行き、おのおの自分の前で自分用の焚き火を作り、はあ、自分が食べたい、えー、ご飯を作り、お酒を飲み、自分が寝たいタイミングで寝る。<笑><笑>最高ですね。これがソログルキャンプ。<laughs> 全く干渉されることがない。えー、で、寂しかったら話し合えてはいいえ、もうすぐ隣にいるので、会話もも,もちろんできる距離なので。<laughs> へへへへ。 ね、それ最高なんですよ。えーうん、まああとは今家族で行くファミリーキャンプですね。ファミリーキャンプか、はあ、だいたいやってますねあそうなんですね<ー>そういうのもあるのかそうなんですよえちなみにキャンプをやっていてピンチになったこととかってあるんですか朝起きたらなんかこう寝る前に、うんえー、夜ご飯作ったものをほ,ほったらかしてたら、うんえー、朝バッてテント起きてみたら「はい」 アライグマが、あの、<laughs> 僕の食器を洗ってたから、ね。<laughs> <laughs> まあ、ピンチというか、一瞬びっくりしましたよ。そうですね <laughs>。はい。遠目から見たらなんかちっちゃいクマかな、小熊かな思 <laughs> よく見たらクマが、あの、アライグマがなんか、洗ってたんです洗っててくれた。<laughs> はい、めっちゃ可愛いじゃないですか。可愛いでしょ。可愛い,いけど最初怖かったですよ。そうですよね。うん、小熊 えってなりますっ、ね、なりましたけどもね。<laughs> さあ食器洗ってるってなるんですね。洗ってたのか、なんかいじってたのかよくわかんないですけど、ね。えー、結果、洗ってくれてたっていうね。すごーいああ他に動物とかって、あの、出会ったりするんですか普段出会わなさそうな。とね、まあ、鹿ぐらいですかね、あとは。えー、鹿ぐらいですかねって、<ー>十分すごいですけどね。鹿、あと、 えー、森の哲学者と言われてるカモシカですかねカカモシカですかね <laughs>、えー、結構近くに近くに来たことあります、ねえー、だけどなんかおとなしい動物なんで、まあ、こっちからこう騒ぎ立てなければ全くこう攻撃をしてこない動物なんですけどねああそう、ね、なんか特別感ありましたよやっぱ見れたら<ー>、はあ、じゃあ逆に最高な時間っていうのはありますか、うん、まあこれはやっぱまあ僕は本当に焚き火になっちゃうんですかねはあ もう育ててるとき。育ててるとき、まあ、ええー。十代のおきびのとそうですね。<laughs> 夜寝る前、ギリギリまでやる、たき火その、やめどきがわからない。ああ。 そろそろ寝ようかな。じゃあ次の薪一本足して、これが燃え尽きたら寝よう。はい。って思いますよね。燃えたら燃えたらね。いや、もう一本、もう一本酒飲むみたいな感じで。もう一杯もう一杯みたいな感じで、ついつい行っちゃって、寝る時間がちょっと遅くなるみたいな。ああ、終電超えちゃうやつですね。うもう一杯してね。そうそう。その時間がなんか一番好きかもしれないですね。えー、なんかすごい素敵。 そしておすすめのキャンプ場を教えてもらいましたぜひ番組もチェックしてくださいね